超久しぶりのコロスタセリオン、動きはどうか。さあまずはアイテム使って攻撃力アップしていくマラゲサンダー、画面端に追い詰めてやべえという声がワンピー側から聞こえる。さあエリオンは、まあ、とりあえず体操のバランス完全に弱腰、大丈夫か。さあマナカウンターで画面端は嫌なんやろ。さあタッチ D 勝利拳、あこれは技を戻りモーションに刺さってるいやエリオンさんの技モーション長いわそうまあいいやそれは後にしよう。さあエリオンのリーチがさあサンドラ入っていけないか。さあしかしサンドラは結構仕事している。さあエリオンがさ中段のアドバンスをパナして体力リーダーサンドラ側っぽいぞ。ああさあエリオンさんもっとふんだんにゲイザーをパナしていった方が良かったんじゃ。アイテムバーストに回すまでもなくね搭載されても確定しちゃうからね。というかさあこれは投げのところに呼ばれていた空中属性の技で暴れていき昇竜、ここもきっちり加算返していく。頭突きへの確定反撃はきっちり決めましょうね。昇竜とかいいんで、まあ、先端だと昇竜スカルとかありそうでちょっと怖いですけど、まあ、その辺はうまいことごまかしてください。さあここは飛び込んだところ空対空でトロガーをバックジャンプで相手の動きを見ていくという形でした。さあここで大将のマーゲエリオン、マーゲエリオン動乱さあダメだと思う。わさあ画面外ですよって怖いぞこれ。さあ家でコソ練しようも何も基盤はここにあるわけだああそうか、この間持って帰ったのそういえば。さあここは噛み合ってるさあこれが強いんや。ゲイザー存在されても関係ねえ、マハゲさんが一人抜き。じゃあカオさんですね。みんな間違いすぎでしょ。ちゃんと石選んでね。さあアイテムが2つ目のアイテムをまさかカーセットラムがラムおいこのルールってふざけんなよマジで日頃の大きくないと言いながらマハゲさんが満面の表情で完全に動画を見せてきましたけど、アイテムもタリスマン、まあ悪くない、シャイニングサスですね。アイテム仕様は使えるのでまあまあありでしょう。さあでもワンピー側のチームがすげえ汚いですねいやメダルやばいっすよブリトラがかなりやばいんですよ。さあここはブリトラが D 攻撃のリーチを生かしてダウンダをすげえ牽制するマーゲさんはラムダがちょっと苦手とさあこの体力にそれが現れているのか現れていないのか。さあチポゲーを覚えたマーゲさんはカーセットの動きは確か知ってるはずなのでここは大丈夫なはず。しかしやはりリーチと機動力に勝るブリトラの方が画前有利。さあマナカウンターでこかして端に押し込めていく、頑張れカーセット。さあブランディッシュ出し切って暴れる潰しをする形になって面白い。しかしあれガードされるとランページとか確定するんで、さあ吸ってる。しかしハンマーないのでまあまあこのヘリドーンさあなんとかこのブリトラを殺したい。さあブランディさあタッチ D スカッ、あー前後ろ前 D 前 C かな。ブリトラの突き技もね結構性能良くてムカつくよね。性能悪い技はブリトラのタッチ D とかね。さあ体力リードはブリトラ厳しいな。しかし長様ならやってくれるはず。しかし開幕ストゲーズ発動してさあ開幕危なかった。さあここはレジストを持つかどうか怪しいところに勝利放して、ここは体力を奪い取って地方の長様をようやく引きずり出す。さあキャンセルをちょっとコンボミスか、投げ払いやろうとしたがコンボミスってまあめんどくさかったらジャン CC トーマーシークラックとかでいいと思いますよ。まあ投げ払いを経由するとダメージが跳ね上がるんで、投げ払いはダメージが優秀なので。さあ相手たちガードして、さあナガルがいい感じにマルドを封殺してくらい抜けさああとは削るだけで
マラカオにはもう仕事をさせたくない。しかしマラカオも分かってるので、あんまりボルトラッシュっていう位置取りにはせずに端に引き込もって端足をキープする。さあ美味しいゾンビ当たって、さあここは新勝利暴れで、さあマラカオ最後はまあ体力少しでも減らそうという感じで動きましたね。さあ怪しい、自分がどっちにいるのか。そして勝利ナガルの勝利の軌道は怪しいので表裏が逆になったりしかめない。さあこれ爆発で見えてたよ。さあいいよこれ。さあここは2回転警戒の立ち手からの様子に、めんどくせえマジでこれ同キャラそれめんどくさいっす、マジで様子見を強要されるとかやめていただきたい。しかし体力状況おかげさまで追いついて、さあお互い、さあこれは生でクラックル半角を狙ったのが出ずに、さあお返しにもう一回今度は自分がクラックルを食らって、カオスさんの流れがレジスト突入、ハイパーハマー突入して最後は中段からの拳、うぜえ。じゃあまたなんと対カオスさんいきますか。さあお互いに大将を引きずり出し合って、カオス、まあいいや。さて HP 側がカオスさんは本当にナメプを完走するのか、ナトさんはやる気満々だ。これはでもね、負けても悔しくないとかいう予防戦でしかないんで、ちょっとねどうかと思うんですけど、本当にそれでいいのかなっていう。あ、別にいいと言い切りましたね。さあじゃあでもラブリトラとラムダは引いてきたと、ゴブリンさえ捨て駒にすれば俺は勝てるんやと。オッケー。カースがいない、サンドラもいない、でもブリトラはいると。ゴブリン指導のエーパーができますよと。確かに上からボールが降ってきた後に上に蹴り上げられると。そして弓を引いた。なんだよこの乱数調整。さあがぜんカオスさんはやる気が高まり、ナントさんも相手としては結構怖いと。さあアタックが上がり、すごい減っていくが弓で牽制して、そしてハードを通し、さあ追い打ちしてフロントシフト、あそこの追い打ちの時点で受け身は取っておきたい。さあジャンプシーシャナンビ、 A セッパレはバレていてハードを通される、痛い。さて弓を張ってこれは死んだでしょう。さて先方戦、なんかカオスさんがドヤ顔でこっち見てますがちょっと気持ち悪い。さあ次に出てきたのはナーガル。さてマダカンがスカって、あーなんか先週もこういうの見ましたね。まあいいや、とりあえずなんかさあなんかこうやって蹴って骨折させるシーンを昨日も見ましたよ。さあ腕が骨折していく、ワールドカップは絶望的、このまま行くと。さあ舐めた、舐める、デーモンキックを通されて、さあ弓をガードしてるやんお前死ぬんだろと、さあぶつけてカオスさんがブリトラで2本抜いていく。さあ手を出したところには刺さってしまう。トロルは打撃すると前に判定が出るので牽制技に引っかかりやすくてちょっと泣ける。さあ殴り殺すを通して、体力的にはあと1コンボで殺せるが、さあどうする、シャガン B で下段を通しおく。さあなんとか言ってる間に体力を4割近く持っていったのはカオスさんのブリトラ。さて当たってるが、その頭突きのアーマーの間になんか体力が2割ぐらい消し飛びましたね。まあほんといいキャラだな。そして出てくるのはラムダ、ラムダトロルはラムダがかなりやりやすい、ワンチャンを掴んでいくしかないが、弓をガードさせ様子見をして、そして弓バーストを出した時点で席を立ったカオスさんが勝ちましたと。さあナーガルのマナカンが裏回りしちゃいましたね。はい、チパチパチパチ、うん、まあ、うん、カオスさんは適当でいいんで。さてということで最後にもう一回宣伝しておきましょう。